演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの47都道府県代表お菓子、岐阜県代表のビリカラ鶏ちゃん味噌味を食べたいと思う。なんだ、鶏ちゃん味噌って初めて聞いたけど、どんな味なの？愛知、岐阜も愛知に近いので、やっぱりそういう系統の味付けなのでしょうか。どんな、いや確かに味噌の香りしますね。ではいただきます。甘辛い味しっかり感じるよ。こういうの本当にいいよね。これもお酒に合いそう。確かに味噌の香りもあって、ちょっと甘辛い味付けになっていて、もうやみつきになるというのがぴったりな味でしたね。ポテトチップスでこれだけ取り感じられるのでしょうか。とてもやみつきになると思います。いつか実物も食べてみたいですね。実物を食べてみたいという興味もそそられましたので、こちらの点数とさせていただきます。パリパリとした食感とよく合うし、それでは炎天でガラス割れるよこの部屋の。で、そんなことありませんけどね。でもガラスを割ってしまうのの炎天なんかすごいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。